ロチェスターはアメリカ海軍の重巡洋艦。オレゴン式90巡洋艦の3番艦。艦名はニューヨーク州ロチェスターにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ロチェスターは1944年5月29日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社で寄港し、1945年8月28日にエムハーバート・アイゼンハート夫人によって浸水する。 1946年12月20日に、ボストン海軍交渉で、艦長ハリー・エーガスリー大佐の指揮下襲撃した。ロチェスターは1947年2月22日に、マサチューセッツ州プロビンスタウンを出港し、キューバのグアンタナモ湾で公焼を行う。4月末までロチェスターは、フィラデルフィアで巡航の準備を行い、その後9回の拡張予備役訓練で、 カスコ湾北部からカリブ海南方までの巡航を行った。1957年6月の第1週はサンフランシスコでチェスターにミッツ督の機関として第1艦隊の艦越式に参加する。18日にロングビーチに帰還し、通常の作戦活動を再開、9月3日に7度目の太平洋配備に向かう。 任務完了後1958年3月24日にロングビーチに帰還した。その後1959年1月6日から6月17日、1960年4月5日から10月29日までと2度の太平洋配備が行われた。ロチスターは1961年4月12日にロングビーチを出港し、4月15日に不活性化のため、 太平洋予備役艦隊、ブレマートングループへの合流を命じられた。ピュージェットサウンド海軍交渉に到着すると1961年8月15日に予備役となる。その後もブレマートンで保管され、1973年10月1日に除籍、スクラップとして廃棄された。ロチスターは朝鮮戦争の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。